こんにちは、火曜ブルー田倉輝久です。本日はですね、この昼時にこちら TVK の前に来たんですけど、すごくお腹が空いているんです。朝ごはんも抜いて、でお昼から撮影ということで、もう食べずに出してガーって来たんですけど、今日そんなお腹ペコペコの、はい、てるくんにここから歩いて行ける場所にあるイタリアンに潜入してもらいます。歩いて行けるイタリアン、ほう、イエスグラッツェをするわけですね。イタリアンということはピザだったり何なりがあるかもしれないと。すぐ行きましょうということで、しっかり潜入していきます。行ってきます。ということで、 TVK から出て10分ちょい歩いてきたんですけど、この辺のイタリアンですか、これかな。こちら見てください。ちょっと石窯ピザのイタリアン酒場ピザ小僧、膝小僧みたいですけど、ここで合ってますか。ここです。ここですか。うお、すごい。入り口もこれも石窯のレンガとか意識してるんですかね。中もうお、素敵な可愛らしいなんか物がたくさん置いてありますね。失礼します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんにちは、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん家族で。はい。あ、お母様と。はい、長男次男三男。三兄弟でお店を経営しているということで、はい、ここはどういったお店になってますか。ピザとかパスタとか、あとデザートなども、はい、あとお酒もいろいろ楽しめたりします。はい、ピザ小僧っていうお店の名前じゃないですか。はい、これはなんか膝小僧となんかみんな膝に定評があるとかそういうわけではないんです。惜しいですね。あ、惜しいんですね。ですね、はい、あと私と主人の夢だったんですね、お店をやるのが。はい、でこのお店が決まって1週間後ぐらいになくなっちゃったんですよ、急に。それで主人がどうしてもやりたかったので、やろう、みんなで力を合わせてやろうっていうことになりまして、で主人が子供たちを小僧どもってよくね、呼んでたので、じゃあ小僧っていうのをつけてピザ小僧に。お父さんの夢だったお店の開店、三兄弟は一致団結してお母さんを支えて、その夢を叶える決断をしました。現在それぞれの担当は、お母さんがデザート、夢二さんは系列店の運営、ムガさんは料理全般、ダイムさんは店長としてそれぞれ活躍しています。うわ、ちょっと見てください、これ。でも僕が普段食べてるピザと圧倒的に違うのが、耳がちょっとこういい意味でこの焦げてるというか、美味しそうじゃないですか。こちらがバナサクレモンサワーです。これは何ですかこれ。これはレモンを薄切りにして、はい、赤いベリーのソースにつけて作ったバラの造花になってるんですけども、全部レモンでできてるので全部食べることもできますんで、ちょっとして。いただきます。おいしい。 ありがとうございます。本当に美味しくて、チーズもなんかまろやかというか、普通の牛乳のチーズとは違って、バッファローのチーズなので、はい、またちょっと濃厚な香りと味で、はい、生地ももちもちですね。あ、そうです。生地もあの粉から全部手作りで作ってますので、うん、あの産地とかもちょっとこだわってまして、うん、ピザに関してはあの生地とトマトソースチーズ全部イタリアから入れてるものでお作りしてます。中ふわふわなんですけど、石窯なんでやっぱ外もパリパリで、あ、そうですね、すごい美味しいです。これは何ですか。こちらが自家製のペペロンチーノオイルになりまして、ペペロンチーノオイル、はい、あのオリーブオイルに鷹の爪を入れて煮込んで作った自家製の唐辛子のオイルになります。うわ、もちろん唐辛子がしっかり効いてるんで、トマトの酸味、そしてチーズのね濃厚さと甘さと、ちょっと下に残るピリ辛が最高にマッチしてて、めちゃめちゃ美味しいですこれ。あーめっちゃ美味しい。そのピザ食べた後の口の中に残ったチーズの脂とかすごいさっぱりするんですけど、でこれはまたピザ一切れ食べて一口飲んでってやってると、最後ちょっとまたビールに溶け出した甘みとかも感じれるんで、これ最高の組み合わせですね。 ありがとうございます。いただきます。
おお、なんかベリーがあったりすることで一気に食べやすくなりますね。今日これどんぐらい漬け込むとこうなるんですか？あ、これ大体1週間ぐらい漬け込むと。 1週間はい、いっときますか。ボーンのアイキャッチ。本日の気まぐれパスタのオクラとタコのラグーソースです。気まぐれパスタ、オクラもタコも大好きなんです。ありがとうございます。ちなみにこの気まぐれっていうのはどういう、ですね、2,3 週間に一遍変わるんですけれど、はい、今まで9年間同じものを一度も作ったことがなくて、これからも一生違うものを作り続けていこうと思ってます。で今回だとオクラとタコが、まあ、そろそろ夏で、はい、みたいな。そうです、ね、うわ、和食とか洋食とか、うん、まあ、中華もそうなんですけど、別な料理から結構インスピレーションを受けたりとか、うん、使ったことない食材をちょっと使ってみたりとかしてます。本当に楽しく作って。そうですね。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。 ありがとうございます。うん、チーズとトマトの酸味が、まあ、ピザと同じようにあって、で噛むと後からオクラの味がするんですよね。これがめちゃめちゃ美味しくて、あの歯ごたえはしっかり残ってるんですけど、はい、これまたこだわりはあるんですか？あ、そうですね、アルデンテを意識して作っておりまして、うん、やっぱりパスタも結構乾燥具合が違うので、うん、その時によって少し茹で具合を変えたりとかしてます、あとは動物性のものと植物性のものを掛け合わせて旨味を出しているっていうところですね、はい、めっちゃ美味しい。 ありがとうございます、うん、はい、お待たせいたしました。ティラミスでございます。ええ、かわいらしいですね、なんか。はい、いただきます。うん、うん、うん、あ、そのスポンジが、はい、スポンジにエスプレッソコーヒーを染み込ませております、はい、このコーヒーの苦さがすごくいいです。これ一口目から口の中に一気に広がる感覚が、ビリーのソースも、はい、すごい癖になりますし。上に浮かんでたのはあの牛乳をホイップしたものです。おお、あ、それで分かれてたんですね。はい、真ん中に生クリームが入ってあります。ああ、優しい。いや、本当にコーヒーも美味しい。ご褒美ロケみたいになっちゃってますけど、これわ、いや、どの料理も本当にお話聞いてても、実は食べてみても本当に手が込んでいて、なんか一つ一つの料理にすごい愛情を感じる、美味しかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。3兄弟ちょっと顔も似てないんですけど、性格も別々で、はい、言いたいこと言っちゃうので、あ、やっぱりぐわーっと喧嘩にはなるんですけれども、はい、いいところがみんなが出している3本の矢ではないですけれども、はい、本当に一つの力になっていいバランスに取れてます。ということで、以上火曜ブルー竹原てりさでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。